エスパルダのケイスケとシャグロだクルトキラッタドジョウあーいジロー6キロ大食いチャレンジしちゃったやってまいりましたもうジロリアには欠かせないこの最高の企画をジロリアもうジローに通っている人たちもうジローを超えなく愛する人たちのことをジロリアンって言うんですよ、もう私このジロリアンがもう本当にこれを合法的にいっぱい食べることができる企画を本日お持ちいたしましたなるほどね6キロはいタイトルコールにありました通りえこんなテンション高いってことは、はい、自信があるってことですよねまあさすがに6キロとなると1人 1.2 キロぐらい1人 1.2 キロとかがおかしいからまあねいやだってさジローリレーしたやつしましたあの時何グラム食べたあ俺あれ200で死にかけた死にかけた400とかガチャも300とかあの企画は倍は食わなかったそうだそうやばくない本当にやばいよだからガチヤマももっと食わなきゃいけないしそうね俺らももっと食わなきゃいけない1個おもろいのが明日、まあ、とある企画で僕ら2日ぐらい断食みたいな感じなんですよそうか、そうだねだからあの食いしん坊どもはここで蓄えといていや本当にカロリーラクダみたいに背中にコブ作ろういっぱいあるあもう俺もここにコブ食べてるけどみんな食べちゃおうかもえでもさ痩せたの痩せたっしょ顔がさやっぱシュッてなってるわそうでしたっていうか本当に、まあ、撮影のスケジュールとかも込み込みで、うん、俺今今年一番きついやばいよ本当に正直今忙しすぎるいやでも楽園が8月で走ってるからマジで今年8月半分休みみたいな感じ今年はそのために今頑張ってるけど明日からが過去一やん明日からは過去一本当にどうなるか分かんないような撮影をするから心配だしメンタルがメンタルブレブレだよお前嬉しそうやなキッシャー怖くなってメンタルや動画だけじゃなくてイベントも多いからそうそのカンコレだったり CDF もあったりね31日ちなみにこれまだ極秘なんですけど仕事決まってますえ31日そう何イベントえ2人でいるイベントに案件の登壇する一緒にゲームガチでえみんなで言おうな俺がって言ったらお前らもうまあでもまだね発表せんだけどそれ機微一発だけど地元に自慢しよういやそうですよあれ地元と言ったらあそうよここ越谷ですからあそうか今日そう越谷だね越谷のボディーブローさんはい俺だってあっちだからね高校あ、そうやね近くやんのそうだよちなみに俺の地元からも離れてはいるあ、そうなんけど聞いたことがあるからやっぱ人気やかなり名を馳せていくとうまそうよカレー油そばめっちゃ美味しそうようまそう、マジでカレー油そばでもやっぱり腰がや俺、入ってみます入ろうかじゃあこのまま行きますかはい行こう行きますさあ、ということで早速ボディーブローさんお邪魔させていただきますはいよろしくお願いします。お願いします。お願いします。数ある著名人が。ほら。すげえ。東海さん来てるじゃん。東海さんマックスさん。マックス君来てんじゃん。クール。ああそうなんだ。俺らより食えないのに。一人で来たんだ。そうなんだね。大盛りの600g を10個。一人大盛り2個頼む。極太麺のラーメン代10個。何その顔。だから1人2杯1人2杯ってかそのやめやすのノルマいや分かりやすく言ったら健康的な芝居の1匹分ぐらい俺ら食わなあかんねん重さで言ったらまあそう確かにねって考えたらやばいあの量腹で入れへんねん骨までかうわこうやって喋るのやめてくれやつれやつれやつれでもうこうしちゃって喋ってるからじゃあ早速席の方行きますかここはいじゃあよろしくお願いしますお願いしますさあということでお席の方に着席いたしましたそれいるんかないつもその一言ジロリアンとしてもう真摯に俺は向き合っていかないといけないと思ってるから遊びじゃない遊びじゃないいつも食べに行ってるけどもう戦いであり礼儀でありなんか今日真ん中に座ったってことはいやまあ麺は得意だよ俺は麺だししかも今日地元バフかかってるからそうやんなでも昨日の夜ショート動画見てたのかはい結婚式のスピーチの動画出てきたのでさ最近いじめてるなと思っていろんなことちょっと同情してるからあんまり今日ヒルトンも攻めれないかも俺でも褒めてあげるムーブはできんで逆にねうんそうね
まあ、バフもかかってるから、この落とすんじゃなくて、もう褒めてあげていく方がいいかもね、今日は。だから俺今日、いい道場を持ってるかもしれない。ちなみに代謝上げるツボ俺知ってるから、そこをさせていくか。それはやっといた方がいい。やっといた方がいいと思う、マジで。これガチで、ちょっと手を、ケースが押さえれるよ、そっちの手。いくで。脇のツボ。ここガチ、ここガチやね、これガチや。手上げろ、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 首が。手上げろ。これは代謝が上がるぞ。ほら、体熱くなってきたね。良くなりました。ほら、体熱いよ。ほら、顔赤い。ほら、赤い。あ、いい、いい効果出てた。で、これ両脇がいいね。ショルダーが痛い。ショルダーが痛い。今回6キロ食べるんですけれども、はい、今回お店の貸し切らせていただいてるあのお時間がですね、はい、今現在3時頃なんですけど、はい、5時までの2時間です。2時間。でもラーメンに2時間はかけれない。かけれない。そうだよ、伸びちゃうから。伸びちゃうから。じゃあこの2時間以内に頑張って完食を目指そうという、はいはい、もう本当にそれだけです。あとはマジで久々やな、この超デカ盛りね。いや久々やね。でも俺さ、よく考えたらマジでようマウンテンテンドも食べたで、あれ。いや本当だよね。ただあれテレビでもね、なんか一瞬俺ら切り抜かれて、そこの2人が出てたから。だからもう地上波デビューはもうしてるっていう。まあ確かに、うん、悪いけど。じゃあ早速ラーメン読みますか。はい。あ、もうできてるんですか。じゃあ、あ、来た。 お持ちいただいていいですか。ありがとうございます。やばそう、マジで。来た。え、やばい。ちょっと待って、何それ。えぐい。待って、想像の遥かを超える。待って、なんか卵キューキューとか思い出して。いや、卵キューキューよりやばい。早くサメ取って。そうだね。ちょっと、熱いでサメ取りましょう。うん。えぐない？えぐい。チャーシューもさ、背脂もさ、俺全部食べたい。俺一人で食べれはしないわ。ありがとうございます。背脂がね、もう一時まで。ありがとうございます。背脂やばいよね。えぐい。なめこみたいな。なめこみたいな、ほんまに。うわ、もうちょっともう、俺ラーメン自体が超久々かも。意外とトッピングもこれ、ぶじ玉っていうさ、鰹節と卵が乗ってるやつ。いや、もう他目見ないね、これ。うん、鰹節といい匂い。じゃあ食べようぜ。それじゃあ、はい、ジロ系ラーメン、はい、6キロ大食いチャレンジ、はい、2時間以内頑張りましょう。ありがとうございます。手と手を合わせてください。パン、いただきます。いただきます。じゃあ、よそいましょう。よそいましょうか。じゃあ、もうちょっと、いいですか。いっちゃってください。いただきます。じゃあ、もうまず、あー、重量、お前ワクワクしすぎ。しすぎちゃうぞ。ちょっと待って。うわ、ちょっ、うわ、麺も出てきたよ。麺も出てきました。うわ、この最強縮れ麺。あ、もっちゃん、ちょっと最初から麺多めにいってほしいよね。そうね、うん、麺、麺やっぱ最後絶対戦うことになるから。うん、やっぱ汁を吸い切る前に食べたいところだよね。そうじゃん、確かに、そう、まずそうやわ。天地返し、もうできないもん、できないもんね。もう、マジで箸折れそう。チャーシューも持っただけで、そのチャーシュー俺食いて、これやばい、持っただけでもうホロホロ。うわ、落ちてる、落ちてる、やばいやばい、よだれ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 。でもチャーシューもマジいっぱいあるもんね。え、待って、重すぎて、え、やばい、すくえない、指痛いレベルまである。やば、あ、来た、あ、それやばい、来た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 。うわ、スピードになってきた。おっしゃ、 やばい、もうよだれが。最初でかなり減ったけど、あと半分ぐらいあるから。やばい、これ食って半分だから、まだ食ってないからさ。そうやな。じゃあ食べますか。食べましょう、食べましょう。いただきます。いただきます、いただきます。ニンニク、生姜とか入れんでいい。あらあら、卵がめっちゃオレンジ。うまっ。うん、ジローって俺の中でね、チャーシューがうまければその店もうまいんすよ。わかります。うますぎ、えぐうますぎる、これやばい。うまっ、チャーシューうまっ、やらかっ。え、うまや、なんかゼリーぐらいやらかい。やばい、やばい、マジや、すごい、このチャーシュー。なくなる口の中で。え、どんだけ煮込んだらこんなになうまくなるの。うん、食べたかも、俺、二郎系。うんまー。俺もあれ以来だよ、うん、リレー系以来。なんか、麺がなんか普通のジローよりなんかまろやかな味してる。あの、トッピングいきます。卵、早いかな。いや、早いねんけど、ちょっとどうすか、ひよさん。マジでうまい、これはいけるね。すいません、マヨネーズとキムチいただいてもいいですか。お願いします。キムチもらっていい。はい。じゃあ俺、マヨ欲しい。はい、マヨトッピングしまーす。これ 100% うまいです。キムチでいただきます。いただきます。うまっ。うん、マヨラーはこれやわ、間違いなく。うまい。うん、マジさっぱりする。
最近ね、まだ YouTube 界でもなんかジローまた流行ってきてるんで、みんないろんなクリエイターがジローを最近投稿してるイメージあるけど、みんなの頭の中想像しようか今俺、これはヤバいかもしれない、合ってないな、全然大間違いない、俺だけ、俺はもうギブかも、ふざけんなお前、え大外れだったでしょあいつも、島黒さんどうですか、もう喜びを今噛み締めております、でも本当になんか久々に食うラーメンでこのジローっていうのが本当に最高すぎる、じゃ背中つけんのやめようよ、そうね、今違う、箸とレンゲ置いてこうしたで、いやなんか一気に入れすぎて、あ胃があって、びっくりしそうと思って、そうだ、そうそう、間をね、呼吸合わせて、あ、じゃあ呼吸あった今、あった、完全にあったやったらよかった、ありがとうございます、お疲れ様でした、冗談やん、冗談やんな、さすがにね、当たり前、いやびっくりした一瞬で、チャーシュー1個入れて、メンファ野菜いっていい、じゃあこんなにもやばい、こいつ歌い始めた、騒がしい幻のエンディング曲、胃袋は久々夢ダサいこのよーねーはダサいな、ジロー系ラーメン俺の中でめちゃめちゃ暴れているよ、お前いるかこんなにも、これってやっぱ替え歌上手くない、あんまりセンスないかもしれない、え、俺小学校の頃から自分の特技替え歌やってる、それは石川時代から聞いてるけどあんま思ったことないかもしれない、いや、意外と無駄でこの語呂当てはめんの、やってみたら今の、いや、あのガキ使のさ、あれやん、チャン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 、あれで一回ちょっと、じゃいいよ、一回じゃ俺師匠見せるわ、いいよ、今いきなり言ってるでいいよ、シナメンね、チャン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 、つけ麺、小麦粉がすごくこだわられているよだけどぶっといた何やったっけ名前、つけ麺みたいなね、できないじゃあ次行こうかな、俺行こう、俺も行くわ、うん、ごっさんです、よーみんな食い終わった、いや、ハンクがあとチャーシューだけ、あじゃあ同タイムで一旦全員一杯終わるか、ちょっと、ね、一旦待ちますか、うん、どうですか皆さん一杯目、がっつりだから、うん、お腹にはたまるけど、うん、トッピングとかもあって一杯目はスルスルいけた、あそうね、めっちゃ美味しかったよな、チャーシュー、めっちゃうまかった、やばいな、ホロホロ具合は、うん、え、もうちょっと喋ってないけどどうした、あれなんか今日不調の日、え、なんでなの、さっきからまあここで何かが行き来してる音がすごい聞こえてる、え、あのオープニングの覇気どうした、あれなんか不調じゃないけど、これ、うん、何裏方読みますでも正直言うとめちゃくちゃいいや、裏方とか何にも使わない、あれ何持ち帰る、あ、入った、まあアフターケアは一番それが大事やけどテイクアウト、あ、ナイスナイスナイス来てる、ナイスナイスがこれ3以上だった場合持ち帰りだからね、違う持ち帰りなんだよ3で終わるから、一旦2杯目予想、いいえ裏方が良かったかじゃなくて一回2杯目予想、ちょっとじゃあじゃあハン君からいって、いや取ってみてどんぐらい減ってるかによるよね、そうほんまにそう、みんなどれぐらいいけんのっていう、ハン君意外といけんねん、俺意外といけるから、じゃあじゃあ何も先生さ、2、3本なんか落としてない、落としてないんだよ、汁を切ってたんだ、どうせまた 2回3回スクーンだからね、そういうこと、じゃあ俺行っていい違う今見てしまったもん、俺がチャーシューこいつやばい、肉っぽい、お前肉強いからな、ケースお前、チャシオ、チャシオだね、一
回見せてたっけ。映えがね。あ、映えか。うわ、トルネードしてる。トルネード。おい、えぐい。それいけたらマジすごいよ。マジすごいよ、マジすごいよ。マジ優勝。きた。カメ。マジで。見せただけだ。見せただけだ。ちょっと。ワンコ、ワンコ。ワンコやん。ワンコジロしてる。行くって。バカった。小石。いや、ちゃんとする。うん、マジいける。これ、ちょっと時間かかるけど、さすがにごめん。うん、だ、だいぶこれ。それ、ヒロトの一応は。おいえ、何してんの。うん。うん。いや、レンじゃなくてさ。うん。いや、なんかあのメイちゃんみたいな、あ、お前メイちゃんみたいな食えないやつにさ、あの、これやるからみたいな、そういうんじゃないの。え、いけんのマジで。やばいやばい、これ頑張るわ。やばいやばい、肩が、どこやん。オッケー、俺よし、じゃあ、行きます。もっちゃん頼む。じゃあもう、チャーシューはいただきます。チャーシューはいただいていっちゃって、この辺の油もいただいていきます。もうこれ一人でいけるレベルじゃん、空腹がいれば。じゃあここまで来たんだから5人で頑張った方がいいんちゃう。いや、それやめて毎回思う。ジローリーダー的に今のこのさ、はい、配分見てどう。このまま俺らでいけそう。いや、いける、いける、いける、頑張ろう。でも意見っていうのは変わるものだから。まあね、予定っていうのは今はいける確定ではないから。そうだよ、今はね。お前そのチャンス、お前すごっ、すごっ。それは尊敬。さすがジローリアン。お前この面も俺尊敬。え、待って、俺尊敬だわ。かなりやん。ガチで、え、マジで。ちょっと、ちょっと、ヒロトがこんだけ入れたから入れたんだ。いや、もっと頑張ろうぜ。ちょっと、ちょっともうちょいなんかなんとかなるの。あと、行く。俺は無理。ちょっと待って、じゃあ俺麺行くわ。じゃあ俺もあと一歩行くわ。じゃあ俺はほんまに無理やわ。入れて。はい。うほぉ、ちょっとその無理やで。ちょちょちょ、ガチャマ、無理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 。ちょちょ、それよ。わかった、わかった。これね、これね、これこれこれ。マジ、マジそんなの。うほぉ、うわぁ、うわぁ、うわぁ。ちょちょちょ、え、待って、待って待って待って、え、もう、ちょっと、え、ちょっと待って、そっちをそうするんじゃなくて、もう残り少ない。うわ、違うって。小ラーメンよりか少ないの。違うって、食って初めてそこが少ないって。そう、一回食おう。あ、確かにそうだね。でも2周目でここまで来たってことね。そうだ、ハン君の言う通りすぎる今の。残りこれだけです。残りこれだけ、こんだけで、ね、食ったらね。じゃあ2杯目、はい、手と手を合わせてください。パ、いただきます。いただきます。マスマスカット、カーリーカーリーカーリーフラワー。ヒロトお前すごくね。いや、麺得意って言ってるだけあるわお前。やばい。いや、これ俺マジ作戦 B します。はい。あ、なんか出た。てんてんてん、あったくってね、紅生姜。あ、紅生姜、紅生姜。ここのお店はそんな紅生姜もあるんですか。紅生姜はでかい。紅生姜でかい。紅生姜でかい。え、紅生姜二郎にかけたことないかも。ない。紅生姜だけでもすごいたっぷりだから。ちょっとさ、トイレだけ行かせてくんない。うん、一瞬ね。ないか。1900XX 越谷市生まれた幼なじみで同級生。世界観バグってる。テレテレテレ。ケンと共にジローを挑み頬張り続けている。そのケンは黒ずくめの男たちに薬を飲まされ、胃袋が小さくなってしまった。そのため幼馴染のことが血眼になって食べてくれている。そしてもう一人、ケンの存在を知っている人物が、灰原、灰原圭介。そうなのお前。
こいつもでも胃袋をちっちゃくされてしまってるんだ。自ら開発した薬だ。バカやん。ちなみに腹のキャパ今何？ 9.5。 同じく。同じくらいかな。9。俺だけか。じゃあ5はな。 9.9 なの。サトシって本気出すときどうするっけ？帽子を後ろ向きに被る。で、今後ろ向きで変えてみたら気づいてた。最初から後ろ向きだった。グッとしてる。いくよ、やるよ。うん、何出すの？お前のマジックのやつやりたい。戻ってもうた。はい、2杯目完食。ガチか。早い。じゃあもうそいつは貸して、お前らが食われるまで生きるとこまで進んでこう。今日の景色は広がしの肉が違った。俺もこのまま行ったら時間経ったから食いたい。今日届いたの？あ、ありますか？ ありがとうございます。1個お願いします。キムチが届いてそうです。キムでかくない？それキムでか、マジマジキムでか。ありがとうございます。俺一番得意なもん見つけたで。でもなんなん？ホットサンド。前も言ってた。俺ガチャで無限やからな。でもったらしょう。別にいいけど。品種改めて。いや俺ダブルヘッダーで今日行こうか。ギブ。はい、不戦勝。じゃあ俺とお前の戦いね。ギブギブ。はい、じゃあ不戦勝。じゃあホットサンドは俺が1位。チブチ。うるせえ。今もう顔が少々少々さあ残りでも45分ですよ、ね、やばいね。ここに油が残ってね。これ見て俺嘘だと思ってる方がすごい硬いね。ちょっと触っていくから。こうやってほら硬いやろ。マックス鈴木さんと同じ腹やね。やばい。触らせてみる。力入れるな。ブヨブヨやんけお前。関係ないわお前。いや大食いするだよ。人の人の弾力がほらこう戻ってくる。いや俺もそう。触らせて。無理。ほら、やってない。微妙に入っていないんだよ、その立ち位置。いや、もうマジででも腹のレベル言っていい。何だよ。 9.9 ずっと。じゃあ 0.1 は入れるよ。お前何倍も。12。バカじゃないの。ジロリアもトイレ中です。さっきより減ってる気がするんだけど。誰か食ってくれた？食った俺。マジで。あと20分。ちょっと待って、時間ねえな。ちょっと飲み込むわ。行ってくれ。でもこれやったらマジで吐く寸前になるから。そうだよね。そうだよね。吐くぞお前。お前あのラーメン好きな島からきついやん。ちま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 行くしかねえな。もうもちゃんと麺何本？もうなくないそれ麺ってか。やめやめ、もう行って。75。なんか何やこれ。ラストそれは半分。いや半分いってんねん。で見て下見てほら。うん、稼いや。ちょっと待って、お前箸で隠しやがってた。こいつしてよ。やばい、こいつ悪魔や。わかった。 OK。 食った。お、食った。ナイス。あとどんなもん？いっちゃう、いっちゃう。え、全部？うん。マジ？うん。ありがてぇ。ということで、今ガチヤマのラスト一口いってくれたので、こちらのお椀のラーメンは全てなくなりました。なので、あとはお互いのお茶碗にあるやつを片付けると完食になります。そして、残り時間が14分です。僕も食べ終わりました。もう本当にこれを合法的に企画でいっぱい食べることができる企画を。残り1話のヒロトかな。いや相当きつい戦いしてるわ。ほんと卵キューキューみたいな。ガチそのレベルやな。ナイス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 。もちろん無理、限界やばい。これじゃこれラスト。モズラスト。ほらあとこれだけ。うわそれが入ってなかったのか。これ相当限界だ。ないですね。ヒロトもそれラスト？いや、ラスト2口ぐらいか。これラスト？いや、もうあとはね、油だから。いや、
はい、もうもっちゃんは終わり、とりあえず。ありがとう。はい、俺も終わり。はい、いける。ラストヒロト初期チェスだ。ヒロトのラストで終わりです。ラストは抜け、頑張れ。慌てんの、ゆっくり。完食せー。残り時間7分です。7分を残してクリア。いやー、引けたか。これはスープが固くなった、はい、油の塊です。ということで、二郎系ラーメン6キロ大食い無事完食いたしましたけれども、はい、なんか久々ですね、あの裏方を動員させなくて完食させるって。そうね。いやでもすっごい美味しかったね。いやマジで、マジ一口目の衝撃はえぐいよな。うん、特にねチャーシューがやばかったよな。いやチャーシューマジもあったね。あんだけ煮たらやっぱ逆にはなんねえんだ。ジロリアンさ、テンションがすんごい変わってますけど。ジロリアン待望のーとかって言ってたのにまあ当分はいいっすね。いやお前さ、今日のトークでお前全然、いやその日は良くなるんですけど、次の日やったら食べなくなるんですねって言ってたからな、お前。まあ明日の俺をちょっと検証してみましょうか。でも明日の夜はお前は絶対にジローが食いてって言ってる未来が見えてる。それは見える。ということで、調子に乗りすぎないようにってことですよね。そうですね。いやもう本当すいませんでした。もう美味しい量を適量に皆さん食べてください。ただこのボディーブローさん、こういう挑戦メニューもあるっぽいので、皆さんぜひ挑戦したかったらしてみるのもありかもね。男高校生とか5人とかでな。うん、でこちら、ボディーブローさんはパン君とヒロトの地元越谷です。越谷です。ぜひ来てください。概要欄に住所とか貼ってあります。はい、詳細貼ってあるのでぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、久々のデカ盛り企画でした。頑張りましょう。明日から頑張りました。明日からやばいから。明日からもっともっと優しくなれそう。全てのことが今僕を包み込む。頭からつま先までのエスコンアルミナーズな。リスナーの心くすぐりかますイッターズのランナー。大阪埼玉石川ね別園の YouTuber。 ヤバすぎて食らうためチャンネル登録する。やはしゃごうエスポワートライブ。時代を変えるために今一緒にやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりの男女みたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。エスポワールのインパクト。